好きな食べ物でその3つっていうのはおかしいやろ、お前大丈夫か頭っていうことやね。そうやね。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さなちゃん見てる、くるぶしです。ちょろです。イエーイ。くるちょもチャンネル、ご覧の皆様、チョモくんの好きな食べ物ベスト3はもう熟知されてると思うんですけれど、さくらんぼ、いちご、桃、これがチョモくんの好きな食べ物ベスト3でございますけれどもね。桃とか見ると思い出すもんね、チョモのこと。それを言った時にブッシーが果物なんか半年食わなくても大丈夫みたいなこと言ってて、はいはい、言いました言いました。だってさ、世にはさ、うまいラーメンとかステーキとかあるわけじゃない、あるよ、それを抜いて、フルーツっていうのは俺はちょっと、世にはうんまいさくらんぼとかうんまいいちごとかあるわけですよ、まあ、だからそんなくるちゃんにさくらんぼやいちごや桃のことも愛してほしいということですね。入門ではないけども、これで今日は一緒に3種たちのいいところを感じていただこうではないかと、ね、わー、なるほどね。はい、ということですね。本日はちょもくんの大好きな食べ物ベスト3の食レポ行ってみたいと思います。行くぜー。いちごカレー、桃カレー、さくらんぼカレー。いやー、もうこれあかんでしょ。カレー好きやろ。カレーは好きよ。カレーばっか食ってるやん俺ら動画で。確かに。クソ辛いのとクソ青いのと。でもね、今回負けじとピンクのカレーがございますね。全く食いたいと思わないんだけど。でもね、桃カレー、これはね、意外と見た目普通なんですよね。一番謎なのはこれ、さくらんぼカレー。これなんか高級感ありますね。そう、でも何色なのか謎やね。あー、というわけで順番にいこうか。チョモくんの好きなベスト3から、桃、いちご、さくらんぼの順でいきたいと思いますね。こんな感じで食っていきましょうか。お腹減らしてたよ俺今日。ありがたいんだけど、空気がしないけど食いましょうか。食いますよ。こんなもんバンバンやっていきましょう。じゃあお願いしたいと。さあ、ということで、はい、準備したいと思いますよ。3食2人で食うからなかなかお腹いっぱいになりそうだよ。大丈夫かな。よーし、いくぜー。よいしょー。めっちゃいい匂いはしてるんだけどさ。まずはですね、桃農家の桃カレーから行きたいと思いますけども、食べる前に、ちょっとこの世で許せないもの言っていい？あ、どうぞどうぞ。3つあるんだけど、どうぞ、甘いもんでご飯を食う、エロ動画の訪れ、巨乳のブス。え、じゃあ栗ご飯とかあかんってこと？あかん。あ、そう。もうこってこてのニンニク醤油効いた肉がいいですね。大丈夫なのかな俺。美味しそうよ、ほら。ほら、めっちゃ美味しそうやん。桃から第3位いただきます。いただきます。あ、甘い。甘いな、甘めのカレーやな。カレーのおじさま系や。うん、桃はそんな感じないよね。あの、おるで桃、これほら、お、ブルブルに桃や。あ、痛いけど、ごめん、痛い痛い痛い。あ、でもなんか溶けちゃう。溶けるね。なんかもももしてない。俺これ前も言ったな、なんかそれ今度も出てるだけ。ももしてない。あー、全然美味しい。全然美味しいよ。俺流氷カレーより好き。あー、確かに。うん、流氷カレー美味しいかってんけど、若干癖あったのと、やっぱ色にやられたの。18金カレーと、こっちは18金カレーは食いもんじゃない。全然いけるわ。今日も完食。今日も食べてない。一食用だけど。ルネッサンス。カ
レーアートの水うまい。桃うまいわ。桃うまかったね。フルーツの桃全面ではない。うん、そうね。甘いカレー。うんうん。うん、美味しかった。これお子さん好きや。あー、好きやな。絶対好きや。これ美味しいわ。オッケー。じゃあ、次のカレーに行ってみましょう。うん、どんどん行きましょう。おお。はい。ストロベリーですか、次は。おーい。いや、ってか、もうさ。あのね、私、繊維喪失しました。やばいよ、これ。パッケージやばかったもんな。まあ、こんなパッケージなんですけど。いや、パッケージエグいもん。ピンクやん。いるこれ。あの、あれにありそう。キャリパミエちゃんのモンスター。あーそうね、うん、あー。出てきそう。ファッションモンスターで食い散らかしてほしい感じですね。いただきます。いただきます。あ、でもこれさ、ちょっと混ぜると明太子ご飯みたいな。もう、そうなってくるとさ、俺ほんま気持ちの収集がつかなくなってくるから。あ、匂いも、嗅いだことない、ね。嗅いだことない匂いする。ね。カレーの匂いじゃない。なんかクラッシュしたなんか入ってるけど、いちごなんかな。いった？え、なになに？あ、嘘。マジ？これ、うん、いっちゃん最初に行くべきやった。お腹空いてる状態で。もう何そのさっき桃でちょっとお腹落ち着いたから、うん、空腹で美味しく感じるっていうのが効かないわけね。もうじゃあいただきます。これね、あの多くは語りません、うん、頑張って食べます。これすごい、初めて食った味。桃美味しかったな。これ、うん、頑張って作られた会社さんには本当に申し訳ないやつってね、うんうんうん、あー、進んでんね、いいな。やっと半分ぐらい。でもこれさ、いちごの味？これ正直、でもいちごの味わかんないんだけど、あ、なんか変な甘さ。そう、うん、とりあえず黒星完食しました。それこそ、うん、コンドームのいちごの感じ。いちごジャム薄くして、ああ、ああ、ちょっと最近舐めてないから味忘れちゃったな。完食。いやご苦労様。これはなかなかのレベルの。まあまあきつかったな。まあまあきつい。インスタ映えはしそうですね。インスタ映えめっちゃしそうやな。うん、いちごとか緑のものとかを添えて、うんうん、可愛くしたら、うん、ピンクのカレーキャーみたいな。うん、いやでもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。それでは、最後さくらんぼでカレー。これは期待大ですね。これだけビジュアルが分かりませんからね。そうですね。いきたいと思います。おうん、しんだーあーじゃあこれ一番パッケージも分かんなくてさ、うん、ね、あのどんなカレーなのか、うん、楽しみにして。そうだね、うん、俺らね、うんうん、どうですか。いちごと同じ色ちょっとね。同じ色してるやん。ほんま、ええ加減にせなあかん、マジで。ほんま、いやー、マジで同じ色なんだよ。いや俺もほんま普通のカレー頼むと思ってたら、まんまとやられたね、これさくらんぼカレー。まんまとやられたな。さっきよりはこう具が、そうね、具が結構入ってんよね。もうでもな、俺もほんまちょっとこの色が。なんか匂いが変わってますね、すごい。あ、これなんか嗅いだことある匂いや。なんやこの匂い。カレーじゃない。マジで順番逆にすればよかったな。さくらんぼ、いちご、桃って食えばよかった。あー、そうだね、うん、でもまだ食ってないからめっちゃうまいかもしれない。なんかね、魚系の匂いすんねんな。俺思ったのは、うん、ちまき巻いてる外の笹みたいなやつの匂い。サバ缶みたいな匂いせん。あー、そっちかな。行ってみます。行ってみましょう。いや、あ、俺から、はい、まさかの俺からやった。いただきます。はい。
お、あ、お、あ、え、なになに、おいしい、おいしい、お、あのね、うん、口に入れた瞬間は、うん、こういうフルーツカレー独特のちょっと嫌かもみたいな感じあんねんけど、うん、先の2つに比べて、うんうんうん、芳醇濃厚、ほうほう、なんか後から、うん、めっちゃ美味しいカレーの感じがブワーってくる、最終的に深い感じなの、うん、うーん、めっちゃ味変わる最終的に。まあデビュー直後から今になったぐらいの石原さとみちゃんぐらい変わった感じ、それぐらい変わってるマジで君はペットの時のあの、そんなのじゃあいただきます。これ全然いけるわ。あ、てかめっちゃ、あ、ほんと後からちゃうね、うん、てか生姜の香りがすごいね。あ、生姜か、うん、これ生姜入ってるでしょ。入ってない、ごめんね。あ、これおいしい、おいしい、これおいしい、よかった、うまいわ、うん、え、これ桃より好きかも。どっちも甘ったるかったやん、うん、これちゃんと辛いんよね、最後。確かにスパイシー、うん、一番カレーしてるね。カレーしてる、カレーしてる、うん、具もゴロゴロやし、うん、よかったこれ最後で。確かにこの、なんていうの、自信ありげなパッケージ、そう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 、その分ある、あるよ、おいしい、うん、うん、やばい、同時、あ、よくー、おいしかった。お疲れ様です。お疲れ様でした。いやー、これいいね、うん、普通に食事として成り立ってる、成り立ったな。いや、餃子食べました、ね、いや、餃子長じゃねこの中で美味しい順っていうか、チョモ的に美味しかったのは、改めて一番美味しかったのは、さくらんぼカレー、お、うん、間違いない、うん、2位が、はい、ボンボカレー、あーはーはー、すごい、何種類食べてきて、だいぶ違う胃がね、そうそう、もう全然違った、もうそのフルーツカレーなんかどれも一緒かなもんだけど、やっぱ違うね。フルーツカレー自体俺初めて食ったやっぱちょっとね、まあこの最後のさくらんぼ食って、まあちょっとありなんじゃないかなって、うんうんうん、思い始めてたね、ファイルボディーションフルーツカレー食べたいなって思ってる方、参考にしていただいて、今回いただいたリスナーの方、本当ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ、クルチョもこれやってよっていう企画がありましたので、うん、ぜひぶっ飛んだやつとかでも何でもやりますんで何でもやります、ね、何でもやります、大体何でもやります、ね、犯罪以外はやります、ね、はいということで、今回はリスナー様からいただいたフルーツカレー3種を、チョモちゃんの好きな、桃、いちご、さくらんぼカレーを食べてみたでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ、バイバーイ。俺さ、もう封開けてこう封開けた瞬間にさ、ちょっともうピンク見えて俺もうこれあかんと思う。キッチンから笑い声聞こえてくるから何かと思って。